子供ができたら何がしたい？そうだな。男の子だったら一緒にキャッチボールがしたいな。いいわね。女の子だったらおままごとしたいな。考えてるだけで楽しいな。私と夫は約5年の交際を経て結婚した。ずっと夢だった結婚生活が叶ってとても嬉しい。私たちの新生活はある条件付きで始まった。それは夫の母義母との同居である。なぜなら私たちが結婚してすぐに夫の父が亡くなり、義母が一人で生活するのは心細いからだった。夫の実家はとても広く、義母と同居してもゆったりと生活できそうだった。おはよう。何話してたの？とっても楽しそう。子供ができたら何したいかって想像してたんだ。あら素敵。孫の顔を見られるのが楽しみだわ。義母は年齢を感じさせない若々しい人で、とてもチャーミングだった。アナさんは男の子か女の子、どっちが欲しいの？そうですね。どっちでも嬉しくて、とても選べないです。私がそう言うと、義母と夫は楽しそうに笑った。幸せな新生活の幕開けだった。子供ができた日のことを想像するのは楽しかったが、それはまだ先の未来のことだった。今のところ私も夫も仕事が忙しく、子育てにまでは手が回らないだろう。私は結婚を機に退職することも考えたが、義母が家のことは心配いらないと言ってくれた。私は仕事も子育てももう満足よ。でも花さんは今が一番いい時だから。義母はいつもそう言ってくれた。お言葉に甘えて結婚後も仕事のペースを変えなかった。義母も交えた新生活は順風満帆で、いつも三人で仲良く過ごした。そうして、あっという間に日々は流れ、結婚記念日の日がやってきた。ヒロと、アナさん、結婚1周年おめでとう。もう1年か、あっという間だったな。ありがとうございます。本当にあっという間だわ。2人って本当に仲がいいのね。この1年喧嘩してるところは見たことない気がする。確かにもう大きな喧嘩はしばらくしてないな。付き合ってた頃に散々したもんね。おい恥ずかしいよ。すっかり大人になったのね。もうとっくに大人だよ。夫は照れているようで強気に言い返している。義母と私はクスクス笑った。花さん、最近仕事はどう？順調です。お母さんが家のことをしてくれるから、本当にいつもありがとうございます。それは気にしないで。私が好きでしてるのよ。それに、新婚夫婦なのに同居してもらって申し訳ないわ。だから私ができることは何でもしたいの。そんな、こちらこそ、ここに住ませてもらって本当にありがたいです。夫も深くうなずいている。義母はつくづくいい人だと実感した。そろそろ寝る時間になった頃、義母がぽつりと言った。そういえば2人とも子供のことはそろそろ考えてるの？私と夫は顔を見合わせた。正直なところお互い仕事ばかりで全然話していなかった。まだちゃんと話し合えてないよ。せかすつもりはないの。でもほら、年齢的なこともあるでしょ？そうですよね。実は子供のことについて夫と話し合えていないのは仕事だけが原因ではなかった。私が幼い頃から患っている持病のことだ。今は生活に何の支障もない。もちろん義母も知ってくれている。だが子供も持てるかどうか不安があった。そもそも授かれるかどうか、なるべく希望を持ちたくて夫とは明るい未来を話し合ってきた。しかし現実的になってくるにつれ、話題にすることも少なくなってしまった。黙り込んだ私たちを見て義母は慌てて言った。ごめんなさいね。せかすつもりなんてなかったのよ。気を悪くしないで。いえ大丈夫です。ヒロトさんとゆっくり話し合ってみます。義母が先に寝間に行ってから夫と話をした。正直まだ仕事を頑張りたい時期ではある。でも将来的なことも考えると
そろそろ花が仕事を頑張りたいならその気持ちが第一優先だよ。でも一度病院に行こうか。いつか欲しくなるかもしれないし。そうだね、きちんとお医者さんに見てもらうよ。夫は優しくうなずいた。あ、お母さんにはまだ何も言わないで。心配かけたくないから。うん、わかったよ。次の休みに夫と共に産婦人科へ出かけた。私の持病のことを詳しく話し、いくつか検査をした。結果は数時間後に分かり、医師から説明を聞くことになった。結論から言います。今の奥さんの体は状態としては良好です。ですが子供を授かるのは難しいでしょう。私と夫は絶句した。そもそも授かることができる確率が低いのが現状です。もし奇跡的に授かっても母体への負担がとても大きい。さらに出産となるとかなり厳しいです。医師の声が遠くから聞こえるように感じる。夫が私の手を強く握ってくれた。だが私の目からは涙が溢れて止まらず、医師の話に答えることもできなかった。ご自身の体が一番大切です。子供のことはよくよく考えてください。私は絶望のあまり数日間仕事を休んだ。義母にはただの体調不良だと嘘を言った。仕事が楽しいからそれでいいと思っていた。でも本当は望んでいたんだ。夫との赤ちゃんが欲しかったんだ。お母さんになりたかったんだ。現実を知るのが怖くてずっと目を背けていたのだ。私は一人布団の中で泣いた。さらに数日が経ち、仕事にも復帰した日に義母に全てを打ち明けることにした。夕食を終え、私が全てを話すと義母は手に口を当ててうつむいた。そんな、アナさん。義母は優しい人だから、私が子供を授かれなくても私のことを一番に思ってくれる。そう分かっていたけれど、私は謝らずにはいられなかった。お母さん、孫の顔を見せてあげられなくてごめんなさい。声を震わせていった私を義母が抱きしめた。何言ってるの、謝らないで。今は自分のことだけ考えて。そう言いながら義母も涙声になっている。お母さん、楽しみにしてたから本当にごめんなさい。それに私も本当は子供が欲しかったんです。私たちはしばらく泣いていた。夫の目からも涙がこぼれていた。毎日は今までよりゆっくりと過ぎていった。辛い現実を受け入れるには時間がかかった。義母は変わらず優しく接してくれたが、あえて明るく振る舞ってくれているようだった。ありがたいと思う反面、気を使わせて心苦しい思いがした。そうして過ごしていたある日、義母が何気なく訪ねてきたことがあった。そういえば花さん、アレルギーはなかったわよね。食べ物も何でも大丈夫だしね。はい、アレルギーは特にないですね。義母がなぜ突然そんなことを聞いてきたのか不思議だった。その気持ちが表情に出ていたのか、義母は慌てて加えた。ほら、そろそろ花粉の時期だから気をつけないとなーと思ってね。義母はいつもの笑顔でそう言った。その週の休み、夫が早くから起き出してきた。あれ、おはよう。珍しく早いね。おはよう。花こそもう起きてたのか。すると義母も寝室から出てくる音がした。あら、花さんもう起きてたの。夫と義母が一瞬目を合わせたのが私には分かった。まるで私が早くに起きていることをまずいことだとでも言う表情だった。ヒロト、今日出かけるんだったかしら。ちょっと途中まで乗せてくれない？ああ、いいよ。二人のぎこちない雰囲気が伝わってきて、
私はますます不安になる。なんだろう、何か隠し事をされている気が。だがそれは口には出さず、明るく二人を見送った。日が暮れてようやく二人が帰ってきた。お帰りなさい。ただいま、花さん。たまたまヒロトと帰りも一緒になったの。そうなんですね。ヒロトさんもお帰りなさい。朝に見送った時に感じた違和感は特になく、私はこの日のことをすっかり忘れた。だが次の週の休み、二人はまた連れ立って家を出た。私はまだ寝室にいたが、玄関で二人の話し声がした。偶然だろうか、それとも二人きりで出かけたいのか。それならそれで私に言ってくれてもいいのに。時には親子水入らずで過ごしたい時もあるだろうし、私に気を使わなくてもいいと思った。その日も夕食時に二人同時に帰ってきた。私は何気なく聞いてみた。今日は二人でお出かけだったんですか？いや、私はちょっと。俺は友達のとこに行ってて、母さんはなんかの教室だっけ、行ってたんだよな。夫は堂々と答えたものの、その目は泳いでいる。そうなんだ。お母さん何の教室だったんですか？お花とか。そうよ、そんな感じよ。私は特にそれ以上何も聞かず、その日は眠った。それにしても二人で出かけることをどうして隠すのか不思議に思ったが、私から聞くことはなく、夫も義母も何も言わなかった。ある日、風呂から上がり洗面所を出ようとすると、夫と義母が話している声が聞こえてきた。内容まで聞くつもりはなかったが、少し聞こえてきてしまった。なかなか見つからないわね。そうだな。まあそんな焦ることでもないからね。私はなぜかドキリとした。何かを探している？二人で？まさか夫の新しいお嫁さんとか。子供を授かれないと分かって、私と別れて新たな人に一緒になりたいとまさか思っているのだろうか。考えすぎだと分かっていたが、私はなかなか洗面所から出ることができなかった。その日を境に二人と顔を合わせるのがなんだか気まずくなった。もし本当に別れを切り出されたらどうしよう。でも夫に限ってそんな人ではない。そう言い聞かせるも、不安な気持ちは膨らんでいった。ある休日、少し寝坊した私はまたもや夫と義母が出かけていることに気づいた。今日こそ二人が帰ってきたら、何か隠し事はないか聞いてみよう。二人はいつもより早く帰ってきた。まだ昼前だった。まず夫が部屋に入ってきたのだが、何やらそわそわしている。お帰り。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。私がそう言いかけた次の瞬間、私の足元に白いものが飛び込んできた。びっくりして飛びのくと、義母がその白いものを抱き上げた。そして声を弾ませて言った。花ちゃんにサプライズ！私とヒロトから贈り物よ。え？よく見ると、白いものは小さな子犬だった。子犬は舌を出して、こちらを見つめてきた。私は訳がわからなくて、夫の方を見た。サプライズ。夫も楽しそうにそう言った。花さん、抱っこしてあげて。義母は私に子犬を抱かせてくれた。その温かい命のぬくもりを感じたとき、自然と涙がボロボロこぼれ落ちた。花さん、辛かったよね。気を使わせちゃってごめんね。体のこと、赤ちゃんのこと、花さんにしかわからない苦しみがあると思う。でもね、私は花さんを一番に思っているし、体を一番大事にしてほしいの。気にしないでって言っても無理だろうけど、こっちのことは気にしないでほしい。お母さん。いつまでも辛そうな花さんに何かしてやれることはないかなってずっとヒロトと相談してたの。それで子犬を家族として迎えることに決めたの。せっかくなら
生まれたばかりの子犬がいいなって。暖かいでしょ、命ってね、暖かいのよ。私は腕の中で息をする子犬のぬくもりを感じた。花さんは赤ちゃんを授からないという大きな決断をしたけれど、親になれないわけじゃないのよ。この子だって大事な大事な命。アナさんもこれで立派なお母さんよ。子育て一緒に楽しみましょうね。ありがとうございます。やっとのことでそう言ったが、私の目からは涙が止まらなかった。黙って休みの日に出かけてごめんな。花には内緒で計画したくてさ。でもさ、なかなか見つからなくて、思ったより時間かかっちゃったよな。子犬ってそんなに珍しいものなの？いや、夫は少し口ごもってから照れくさそうに言った。この子の生まれた日は俺たちが病院に行った日なんだ。え？病院で花の体は赤ちゃんを授かるのが難しいって言われただろう。あの日俺たちが落ち込んでた頃、この子はこの世に誕生していたんだ。世界は絶望ばかりじゃない、希望も同じだけあるんだ。それを花に伝えたくて、あの日に生まれた犬をあちこちに問い合わせて探したんだ。そうだったの。突然私のアレルギーについて聞いてきたのも、休日に二人でこっそり出かけていたのも、全部私に希望を与えてくれるため、命の温かさを教えてくれるため。そしてヒロトさん、お母さん、私をお母さんにしてくれてありがとうございます。義母が優しく私と子犬を抱きしめ、夫もそばで微笑んだ。私はここ数ヶ月絶望の中にいたが、こんなに素敵な夫と義母が家族なのだ。そして大切な命の贈り物をもらった。こんなにも希望に満ち溢れているなんて素晴らしい人生だ。心からそう思った。白い子犬は春の日差しに照らされて、まさに希望そのものだった。私は子犬にのぞみという名前をつけた。それから毎日夫と義母と協力し、手を焼きながらものぞみを大切に育てている。